ございます。こんにちは、マスアートです。ミクトパンフレーテの時間となりました。今日は、妻の4週の1回の受診日で、もう10時半ですね、収録日が。今日は先ほど携帯で温度を見たら19度ですね、ミクトパンフレーテ。普段は本当にお忙しい時は本当に1分足らずでお恥ずかしいですけど、今日はちょっとゆっくり駐車場からお届けしていきたいと思います。失礼しました。昨日28章かな、ちょっと、はい、このタイミングで、マスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。感謝いたします。では、先にちょっとコーヒーをあれですね、コーヒーを、なかなか、昨日は今日水曜日ですね。ちょっとコーヒー飲みながら、収録してますけど、天気秋晴れでちょっと雲が出てきましたですね。今日の朝8時ですね。ちょっと移動しても、ゆっくりしますね。明日が休みということで、まあ、仕事は10時、遅く、普通は10時ですけど、早い時で9時とか8時15分ですね。一番早い出勤が8時15分ですね。早いですけど。普通は定時は10時の7時ですね。10時の7時やっぱ遅いですね。早出でも8時15分の7時ですね。19時ですね。はい、定時の10時の7時でしたら8時間、9時間ですね。1時間休み時間とって、実質8時間でそうなりますね。はい、まだ引き続き、失礼時ですね。モーセ、この、の、あれですね、モーセ、出て、神様がこの10階でいるとこの幕屋の、自分なんかプラモデルはま好きじゃないですけど、すごい、あれかな、神殿がもうローマによって、ローマ帝国によって滅ぼされて、神殿がまだ再建されてないですね。イエスの時代に再建されたかな。その後ローマによって滅ぼされて、もうやっと世界、第二次世界大戦後、このシオニスムによってエルサレムが建国されましたけど、まだ今あれかな、西エルサレムと東エルサレム、微妙にあれはヨルダンですかね、ヨルダンの占領地になってるんですかね。なかなかトランプの第一期でエルサレムの首都として、このまあまあですね、政治的には極右というか、その保守ですね、原理はこのエルサレム再建の目指してますね。その中からこの幕屋ですね、幕屋本当に、ふと今日、モデルじゃプラモデルじゃないですけど、パーツがすごいですね。そういうことで細かくしてますけど、余談になりましたけど、この、まあ、歴史の書でありました例の書ですね、私この創世記一章の一節から違法年目視の句、私の救い主ですね、霊的な救い主、まあ、霊から霊を解放する罪の奴隷、まあ、私がこのパウロも言ってますけど、いつもしたくないことをしているこの罪の霊、奴隷から義の奴隷、私の主イエスキリスト復活、望み、希望ですね、解決、人類の救済ですね、十字架でその救いが完成されました。過去の罪、現在の罪、将来の罪、すべてが、この罪、死に勝利された、罪と死に勝利されたし、人間のこの、根本的な原理、この解決ですね、生きる目的、生きる歩みを示されたこの聖書。なかなか苦戦して、苦戦中か、この失礼聞くときですね。今日は27章ですね。27章、これは21節までありますけど、失礼聞くときはまだ長いですね。聖書1日1章と合わせて、御言葉に触れてということで、本当にお恥ずかしいですけど、御言葉を読んでどう応答するか、まあ、感想に過ぎませんけど、まあ、読書というか、あれですね、聖書購読の一環の部類に入るかと思いますけど、でお祈りいたします。天の父、なんか普段はなかなかお祈りする機会がありませんけど、今日は、
あれ、このタイミングで、このマサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。では、お祈りいたします。天皇神様、今日は御言葉に触れて、この出エジプト記28章の御言葉をお読みいたしますけど、この恵み、幸いを感謝して、イエス様のお名前に打っておりいたします。アーメン。はい、ちょっとね、本当に、ゆったりとしてます。27章ですね。いきます。この、出エジプト記27章。祭壇をアカシア材で作る。その祭壇は長さが5キュービット、幅5キュービットの四角形でなければならない。高さは3キュービットとする。その四隅の上に角を作る。その角は祭壇の一部でなければならない。聖堂その祭壇にかぶせる。灰を取る壺、10-8、肉刺し、火皿を作る。祭壇の用具は皆、聖堂で作らなければならない。祭壇のために聖堂の網細工の格子を作り、その網の上の四隅に聖堂の管を4個作る。その網を下方、祭壇の出っ張りの下に取り付け、これを祭壇の高さの半ばに達するようにする。祭壇のために棒をアカシア材の棒を作り、それらに聖堂をかぶせる。それらの棒は管に通さなければならない。祭壇が担がれるとき、棒は祭壇の両側にある。祭壇は中を空にして板で作らなければならない。山で、あなたに示されたところに従って、彼らはこれを作らなければならない。幕屋の庭を作る。南側に面して庭の掛け幕を、その側のための長さ100キュービットのより糸で折った雨布を張る。柱は20本。その20本の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。同じように北に面して、その長さで、長さ100キュービットの掛け幕とする。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯輪は銀とする。また、西に面して、庭の幅には50キュービットの掛け幕。その柱10本。その台座10個とする。前面の東に面する庭の幅も50キュービット、片側に寄せて15キュービットの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。他の片側にも15キュービットの掛け幕と、その3本の柱、その3個の台座とする。庭の門には青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で折った雨布を使った長さ29キュービットの刺繍した幕と、その4本の柱、その4個の台座とする。庭の周囲の 柱は皆銀の帯輪を巻きつけ、その鍵は銀、台座は青銅とする。その庭は、長さ100キュービット、幅は50キュービット、幅は59ビットに59ビット、高さは5キュービット。幕はより糸で折った雨布、その台座は青銅とする。幕屋の羽牛に用いるすべての用具、すべての釘、庭のすべての釘は青銅とする。あなたはイスラエル人に命じて、投下用に上質の、純粋なオリーブ油を持ってこさせ、灯火を絶えず灯しておかなければならない。アロンとその子らは、証の箱の前の垂れ幕の外側にある会見の天幕で、夕方から朝まで主の前にその灯火を整えなければならない。これはイスラエル人がいよいよ守るべき永遠の規定である。はい、感謝いたします。この出エジプト記の27章でしたですね。27章見えるかな。はい、どっちかな、こっち。はい、なかなか、はい、ちょっと聖書この、はい、ちょっと一コーヒーを飲んでいきたいと思います。こんなスタイルで、本当に感謝いたします。普段は本当に、一節のみ、本当に、1分足らずですけど、今日は出エジプト記27章ですね。幕屋のこの、まあ、作るこのところが詳しく述べられていますけど、なかなか私たちはこの話がまた、その、センチ、今私たちはセンチメートルですね。温度もセンチメートル、このキュービットですね。昔、ちょっと、脱線しますけど、この、両面を揃えるキュービット、
あれかな、遊びでそういうのがキュービットとありましたけど、キュービットはいくらかな、センチさん、ちょっとこれは今覚えてないですね。1.1 キュービットが1点かな、だから多分、箱舟もキュービットですよね。そんな感じで、100メーター、その100キュービットって言ったら100メーター以上ですよね。そんな、30キュービットと言ったら1センチ、いや、あれ違うかな、ちょっと、ね、ちょっと単位が、なかなか、このセンチメートルですね、私はそのセンチメートルで、またキュービットと違ってのフィールドもよくゴルフでヤードかな、100ヤードとか、あれは1ヤードは100ヤードったら100メーターぐらいですかね、 1.1 ヤードが 1. いくらかな、そういう感じですね。なかなか単位がこの今からイエス様が生まれるこの、このモーセの時代ですので、もうすいません、ちょっと大雑把ですけど、イエス様が生まれて2000年として、1000年、イザヤが700年前として、その前ですから、1500万、2000年前の話、ちょっとすいません、もう大雑把に、100年、200年、大雑把に読んでますけど、500年、そういうこの、出エジプト記ですね、このまだまだ、モーセ五章ですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、新命記ですね、新命記で、モーセ五章ですね、モーセ五章、立法ですね、この、話は飛びますけど、このユダヤ人はまだ、今、ユダヤ教と言われるユダヤ教はまだイエス様を救い主として受け入れてないですね。その当時からユダヤ人はこのイエス様がこの救い主であることを否定していますね。それで十字架にかけましたですね、そのこの新約聖書。ユダヤ教はあれかな、旧約聖書だけ使ってるのかな、私もすいません、本当に、恥ずかしい話ですけど、だと思いますけど、新約聖書は使用してないかな。このサマリアの昔何か言ったのは、モーセ五章しか使ってないという、そういう一部の、宗教も、今のサマリアかな、昔そういう雑学じゃないですけど、お恥ずかしいですけど、ともし火ですね。今日のこの特に、灯火ですね、私の、祈りって置き換えていいんですが、要するに少し読んで、祈りを絶えず、この祭壇ですね、昔日本でも、そうですね、ロウソクを立てて、この、偶像崇拝ですね、火を絶やさなければどうかな、私はあまり詳しくわからないけど、そういうこの灯火ということを、私のこの祈りって置き換えてですね、クリスチャンの息とこの呼吸ですね、父なる神様、すべて私がこの、昨日もこのユンタクライブで、いつかは知らねえとという歌を歌うときに、本当に、結婚して間もなく妻の病気、私の失業ということで、まだ将来に対する不安、本当に仕事出るかということであって、このレーナ・マリアさんかな、それから歌ったんですかね、いつかは知らねえ、その明日は知らないですけどね、この明日は知らないけど知っているお方、そのイエス様いるから安心ですという、その感じのニュアンスですね。昨日久しぶりにいつかは知らないで歌って、ふとそのことを思い出しましたですね。私も、もう若い時は本当にイエス様を信じた頃は、それが、将来は牧師、宣教師になりたい。みんな周囲がそんな雰囲気でしたので、でも、さすが宣教師の霊的な判断ですね。いや、兄弟、あなたはこの、広い意味の献身はありますけど、狭い意味で牧師、宣教師、伝道者には召されてませんよって言われて、そうですかって言われて、私の心の中ではずっと、いつかは、いつかは、いつかはって言って、もう40年、サラリーマン生活も、一教会も終わりましたので、こんな感じで、ちょうどこの YouTube と出会って、証としてこの御言葉も触れて、毎週毎週講談が語られる牧師先生の御言葉にかなわないというか、すごいですね、そういうこの、お仕事として 見る場合、もう示唆に富んだこの内容に、私もそういう、聖書メッセージという聖書を読んでしますけど、その応答としていますけど、
まあ、仕事としてですね、まあ、仕事はきちんとしなければならないですね。私も遅刻したり、牧師先生もきちんとその講談で語るメッセージをきちんとしなければならないですね。そういう礼儀的な仕事も大変な、仕事として捉えた場合大変だなと思いますね。はい、そういうことでつくづく思わされます。それぞれ召された場所、召されたところ、召された賜物がありますので、私ももう40年間、もう40年間ですね、60も4ですので、イエス様を信じて44年の歩み、一信徒、一教会、一サラリーマンとしてきましたので、ほとんどそんなに、牧師先生、また聖書を知る、そんな詳しくは知る、また説明できる立場ではありませんけど、信仰生活、またいろいろと学びを、学んでも、もう消えていきますね。きちんと学ん、別にその学んでないですけど、そういう、神学校に行ったとか、そういう、きちんとした学びを受けたものじゃありませんけど、まあ、信仰生活で、この聖書に触れて、そういうスタンスでお送りしてます。ちょっと YouTube に出会って、もうコンテンツの一部として聖書一日一章、そしてその箇所かの、聖書の御言葉に触れてっていうことを、サボらずに、課題というか、そういうことを取り組んでいます。はい、時が良くても悪くても、本当に、休む時はちょっとゆっくりして、今日の箇所を読む時間はあるんですけど、本当に仕事の場合は本当に恥ずかしいですけど、本当に短い時間ですけど、これでも引き続き、この御言葉に触れて、聖書を一日一章と合わせて引き続き、していきたいと思います。この恵みの時、裁判の時、御言葉の時ですね、御言葉の時を感謝いたします。なかなかこの、きちんとこの霊的に理解できる、御霊聖霊によって理解できなければならないんですけど、でなかなかそういうところ、またご批判、ご指摘、アドバイス、また助言がありましたらよろしくお願いします。その後の、今日のこの御言葉を触れて、今日はゆっくりこの妻の病院の、駐車場から、この出演する時ですね、もう好き嫌いじゃなくて、順番よく出演する時の27章を見ていきました。灯火がですね、毎日絶やさなきゃならないけど、私もその灯火を、祈り、神様との交わりという覚えて、そういうことを覚えて、今日の御言葉に触れてでした。マサトです。マサトの YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンとよろしくお願いいたします。次回のまた聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。このような感じで、なかなか聖書共に触れてみたいという方ですね、本当に、一緒に聖書を触れて学んでみませんか。はい、マサトです。マサトのこの、YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回の御言葉触れてで、お会いいたしましょう。マサトでした。シャキネスパシャブズ、シャロム、シャロム、シャロム。